安心してください。たくさんいいことを待ってるよ。クしショ皆さんこんにちは、加藤です。今回は、石橋貴明とマッコイのクワトモンペの新曲の PV がですね、全然ダメだった件についてお話ししたいなと思います。おい、石橋、マッコイ、ちょっと来いバカガ野郎。走って来いバカガ野郎お前舐めてんじゃねえぞバカガ野郎だばかよ ま前なんだよ、あの PV。ゴミみたいな PV 作ってんじゃねえよ、バカお前 YouTube 舐めてんだろてめめ。おい。大体よ、曲のクオリティ。最高だよ、お前。な俺はね、結構好きなんだよ、曲自体はよ。な結構いいと思うぞ、曲は。で、お前らの歌も結構いいよ。だけどよま前なんだよ、あの PV。 お前山形舐めてんじゃねえぞバカ野郎お前なんでよ浅草で PV 撮影してんだよバカな今時よ浅草で撮った PV なんて見飽きてんだよこっちはよお前らどしろうとはよ !YouTube とか音楽とか知らねえからなバカだから浅草で PV 撮ってんだろバカなんでよ最初っから山形で PV 撮らねえんだよバカ野郎お前な山形の美しい自然 最高じゃねえかよ、お前。な本当にな最初っからなんで山形を映さなかったのこれを理解できねえんだよ、バーカ。なだいたいよ、山形出身のやつ。なあ、俺の友達にも結構いるけどよ。いいやつ多いんだよ。な、山形めっちゃいいとこだから。なやっぱりマッコイの才能も、山形が生んだと言ってもいいと思う。だからよ、最初っから山形推しで PV 撮ってきゃよかったんだよ。な 浅草でダラ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 しょうもない PV 撮ってよ。なあ、東京で。誰も見たくねえんだよ、バカ野郎。もっと山形の美しい自然とか文化にフォーカスを当てた PV を撮ってれば、もっとこの PV がいいものになってたら間違いねえんだよ。なあ、バカ野郎。反省したらよ、土下座して、謝れ、バカ野郎。わかってな。クシ